目をつぶりながら歩いていると、ないと頭で分かっていても、目の前に壁があるような錯覚に陥って、思わず立ち止まって目を開けてしまいますよね。小学3年生の時の話になりますが、夏休み前という記憶があるから、あれは7月だったと思う。休み時間、正確には登校直後の朝礼を待つまでの時間だった気がする。朝から元気に大発見したと騒いでいた奴がいた。その男子はなんとなく学年に対して精神年齢が低い生徒だったんだけど、彼の話を聞くと、その大発見というのは、人気がなくて広い場所で、目をつぶって歩く遊びをすると、異世界に行けた、というものだった。自分が錯覚だと分かっていても、壁に近い、当たる、と思ったタイミングで、本当に壁に当たったような衝撃を受けて、それでも目を開けずに歩き続けていたら、空が赤くて誰もいない場所に行っていた。夕方だったはずなのに、学校前の通りまで行っても、歩いている人や走っている車が一つもなかった。それで突然眠くなって、気がついたら元の場所で寝ていた。そうして異世界から帰ってこれた。と興奮して語る彼だったが、彼はちょっと変わった子という認識がクラス内に浸透していたので、真に受けた様子の生徒は誰一人として見受けられなかった。学年が学年だし、言っていたのが彼でなければ、ちゃんと話を聞いた生徒の一人や二人はいたとは思う。階段好きな人なら、次の展開が読めると思うけど、その通り、彼は数日後、行方不明となった。これは当時の僕にとって、シャレにならないほど怖かった。なぜなら、その目をつぶって歩く遊びは、僕たちの学年でちょっとしたブームになっていたから。即興の肝試しというか、スリルを味わったり、仲間とチキンレースみたいな遊び方をしていた気がする。とにかく、もし万が一その遊びの最中に行方不明になったあいつのように、自分も異世界に飛ばされて戻れなくなったら、という想像をして死ぬほど怖かった記憶が強烈に残っている。怖かったのは僕だけではなかったようで、その遊びは結構流行っていたにもかかわらず、彼の行方不明が知れ渡ってすぐに、僕たちのクラスではその遊びがパタリと止んだし、他のクラスにもその波は瞬く間に広がっていった。ただ彼は僕たちの予想に反して無事生還した。彼が行方不明になってから、5日か1週間経った頃だったと思う。近所の森で気を失っていたのを保護されたとか、そういう話だった。しかし、保護される前と後では、彼の人格というか、様子が随分と違っていた。保護される前では、どうでもいいことでもいちいち騒いだり、爆笑するような、いわゆる空気を読めないやつだったんだけど、保護された後では、口数も少なく、上の空というか、常に宙を見つめているようなやつになっていた。旗から見ても結構不気味で、夏休みになるまで、彼に話しかける生徒は少なくなっていたと思う。そして、夏休みが明けて、久しぶりの登校で、彼の転校が担任から告げられた。家庭の事情だと担任は話していたが、クラスの誰もが
彼の行方不明が天候に起因していると確信していたように思う。ただ一つ気になるのが、本当に彼が異世界に飛ばされたとして、目をつぶって歩く遊びは、実際はそれに関係していなかったのでは？あるいは関係していたのはそれだけではないのでは？ということ。彼が行方不明となった近所の森というのは、もともといろんな噂があったし、小三という年齢を考えれば、そのような噂を真に受けない素振りをしつつも、実際は信じていた奴も少なからずいただろうし、そんな中で目をつぶって歩く遊びを実行した奴も一人くらいはいてもおかしくなかったと思うんだ。彼の行方不明の噂自体は他のクラスや学年にも相当広まっていたし、それを考えればなおさらだと思う。異世界とか憧れる年齢だし、その遊びを実行したのは彼だけではないと思う。それにもかかわらず、行方不明になったのは彼だけ、というのは、目をつぶって歩く遊びだけではなく、様々な条件を満たして、偶然異世界への扉を開けてしまったんだろうなと、今になって思う。以上で終わりです。皆さんも誤って異世界へ行かないよう、と言いつつ、僕は今では行けるものなら行きたいと思うほど、現実逃避したい毎日を送っている。これは僕の家の近くにある沼の話。その沼は近くに神社、あとお墓があるという絶妙な場所にあります。昔からいろんな噂が絶えず、あそこは底なし沼。あの沼にはカッパがいる。沼の近くにある女性のお墓の前で10回回転すると命を奪われる。などなど不吉な噂が絶えませんでした。それゆえおばあさんには絶対あの沼には近づくなと何度も言い聞かされていました。しかしそう言われると近づきたくなるのが子供というものです。僕は友達と学校帰り、毎日その沼に寄っては魚を見て遊んでいました。この友達というのがなかなか度胸があるというか、若干頭がおかしいというか、機会があれば紹介したいのですが、山の中の墓地集合場に迷い込んだ時、たまたま見つけた蔵の鍵を開けて、お札がびっしりと貼ってあったドアを開けるぐらいの、そんな着物持ち主です。で、僕とその友人は、かなりの悪友で、近づくなと言われても、毎週土曜日には午前中からその沼で遊んでいました。ある日、日が暮れるまで遊んでみようという話になりました。子供にしてみれば、神社やお墓や沼なんて格好の遊び場なんです。あっという間に日が暮れ始めました。暗くなったので帰ろうとしたら、沼の方から、ドボンと大きな石でも投げたかのような音がしました。僕は、今の音魚だよね、と言いましたが、友人は、うん、多分違う、と言います。僕は怖くなってすぐ帰りたくなりました。すると友人が、今の音何か知りたい？と言ってきました。正直知りたくありませんが、うん、知りたい、と答えると、じゃあもう少し暗くなるまで待とう、と友人が言いました。やがて完全に日が暮れて
夜になりました。その間僕と友人はずっと沼を眺めていました。魚が跳ねてチャポン。そんな音の中にドボンと大きな音が数回。しかしずっと眺めていると気づきたくないものに気づいてしまいました。ドボンと音が鳴って水しぶきが上がるとき、水が上に引っ張られているのです。お風呂なんかでお湯に浸かっている手を思いっきり引き上げると、お湯が手にくっついてきますよね。あれと同じ感じです。そして、ドボンという回数が多くなって、不意に友人が、あれ、人間の腕だよ、と言いました。腕？腕。ここで身を投げたのか捨てられたのか、多分登ってこれないんだろうね。腕を水から思いっきり出せたところで掴むものがなければ、また水に戻るだけでしょ。それが叩きつけられてるんだよ。でもさ、溺れてるんならバシャバシャってなるんじゃない？溺れてるならね。どっちにしろあれはいいものじゃないよ。もがいているっていうよりは恨んでる。そろそろ君も見えるんじゃない？暗かったので何とも言えませんが、その話を聞かされたせいもあるのでしょう。ドボンと音が鳴るとき、確かに見えました。沼の水から這い出て、また水に叩きつけられる青白い腕が。今思えばこの頃からです。僕と友人二人で曰く付きの場所へ行っては怖い目に遭っていたのは、今でも友人の家に遊びに行くと、不意に友人は言います。君の後ろと横に立ってるよ。私は結婚式場で結婚式のビデオの編集のアルバイトをしている。エディウスという編集ソフトを使って撮影のミスがあるシーンをチェックしたり、問題があればカットしてつなぎ合わせたりする。結婚式と披露宴の様子をほとんど削ることなく記念の DVD に落とします。そのため、2、3時間はあるビデオを全部目で見てチェックしなければいけません。さすがに標準速度で見ていては日が暮れてしまうので、普通は2倍速で見ます。これ以上早くするとミスを発見できません。撮影は式場の天井に設置されたカメラを別室からゲームセンターのコントローラーのようなコンソールを駆使して行います。これは私の担当ではないので、あまり詳しくはありませんが、一人につき2、3台のカメラを担当する忙しい作業です。撮影は非常に忙しい仕事なので、時々ミスもあります。例えばコントローラーに触ってしまって、カメラが無意味に動いてしまったり、新郎新婦の顔が画面外にはみ出していたり、意味のない場所が映っていたり、カメラの切り替えミスなどなど。また、撮影だけではなく、会場側におけるマイクのトラブル、ハウリングなども私たち編集スタッフがカットして貼り合わせ、ボリュームを上げ下げしてなかったことのように消していきます。ある日私は一組の新郎新婦の披露宴のビデオを2倍速でチェックしていて、画面に一瞬ノイズが走ったことに気づきました。エディウスでは1秒間を30フレーム、つまり1秒で30回画面を切り替えて
動きを作り出しています。そこでさっきチェックしていた場所にカーソルを戻して、今度は標準速度で見てみます。すると、やはり同じところで一瞬画面が薄暗くなったのがわかりました。時々映像にノイズが走ることはあるので、それかと思って、今度はそのシーンを1フレームずつ順番に見ていきます。それが画面に映った瞬間、私は頭の中がクエスチョンマークでいっぱいになりました。目を細め、よくよく見てみて、その次の瞬間には、やっと小さく奇妙な悲鳴を漏らしていました。画面に変なものが1フレームだけ映っていました。画面の右下、3分の2ぐらいを占める、暗い緑色っぽい球状のものに、黄色く濁った魚のような目が一つだけ。それはまるでカメラを覗き込んでいるように見えました。画面中央の下から左上方向に向かって、三本の緑の線。これは指のような感じです。一フレームだけしか映ってないということは相当の速さで動いているようです。一瞬誰かがいたずらで妙な画像を挟んでおいたのかとも思いましたが、そのよくわからないものの背後にはしっかりと新郎新婦が映っています。加工の痕跡もなく、やはりその場で撮られたもののようです。私はどうすればいいかわからず、と編集スタッフを統括している社員の方に声をかけました。彼はパソコンの画面を一別すると、私に読ように言って、パソコンを操作し始めました。問題の1フレームを音声だけ残して切り取り、その前の1フレームの速度を2分の1に調整して穴埋め。これでほとんど痕跡は残りません。私がおたおたしていると彼は、気にしなくていいよ、仕事を続けて、とだけ言って自分の席に戻っていきました。これだけ冷静に対処するということは、頻繁に同じようなことが起こっているのでしょうか。また見てしまったら嫌だな。ちょっと前の話。高校生だった僕は、ボロい学生寮に住んでいた。先に断っておくが、自殺や殺人事件があったという話もなければ、立っている場所も昔は畑があっただけ。そんなオカルト要素ゼロのところだった。その日は深夜までベッドに座って、壁にもたれかかって漫画を読んでいた。深夜2時ぐらいになったところで、急にもたれかかっていた壁のちょうど頭のところらへんを、向こうからガリガリと引っかくような音がした。その寮の壁は薄くて、結構音漏れとかあったんだけど、その音の響き方は尋常ではなかった。それこそ壁紙を、裏から引っかいているような感じだった。気味が悪かったので、隣の部屋のやつに文句を言いに行こうと思った。それで、ベッドから立って、そのガリガリ音がするところを振り返った瞬間、引っかく音が止んで、頭があったところの壁から何か尖ったものが飛び出してきた。ものすごく錆びたハサミだった。鉄錆で真っ赤になったハサミがこっちに歯を向けて壁に刺さっていた。その時
ものすごく低い声で、運のいいやつ、と聞こえた。慌てて隣の部屋に転がり込んで、お前何するんだ、みたいな文句を言ったら、その部屋のやつはそんな話は知らないと言った。確かに僕の部屋に面している壁を見ても、ハサミは刺さってなかったし、引っかいたような傷すらなかった。だけど自分の部屋に戻ると、ちゃんとハサミは壁に刺さっている。どう考えても壁の中から突き刺したみたいだった。一応ハサミは壁から引っこ抜いて、近所のお寺へ持って行って、僕も軽くお祓いしてもらった。霊感なんてなく、幽霊なんて見たこともない。幽霊って、こんな風に物理攻撃をしてくるもんなんだろうか。何だったのか、未だにわからない。15年前、会社の女の子を夜中送った時の出来事。確か忘年会の時だった。僕は会社から社用車を借りていたので、飲んだ時は酔いを覚ましてから車で自宅まで帰っていた。経理部に属していたその子は随分と酔っていたみたいで、僕が介抱する役目を上司から言われて、仕方なくその子を車まで連れて行き、僕の酔い覚ましも含めて小一時間ぐらい休んでいました。目を覚ますと夜12時を過ぎていて、相手の子を起こしましたが、電車がないのでそのまま送っていくことにしました。確かその子は、会社から相当離れた地域から通っていたので、自分が帰宅できるのは明け方ぐらいかな、と思いました。その子は T 市に住んでいましたが、眠いだろうから近くまで来たら起こしてナビをしてもらおうと、ひたすら運転し T 市の郊外まで来たところで彼女を起こしました。ナビをしてくれている彼女の様子がおかしいと気づき始めた矢先、道は林道から森の道へと変わっていきました。明らかにこの先には民家さえないだろうと思われる場所を走っていたんです。彼女は淡々と、次は右、十字路を左、と、ナビしていきました。声は上ずっていて、ゆっくり話す感じです。僕は気分でも悪いのかと思って、少し休もうか?と言いましたが、彼女は大丈夫と言ってナビを続けました。少しして、彼女が小声でつぶやくように、許せない。許せない、と言っていたのが聞こえました。僕が、え、なんか言った?と彼女に問うと、許さないんだよ!と大声で、それも男性の声に近い声で叫んだんです。その瞬間、車がガクンと揺らいだので、僕はブレーキを思いっきり踏み込みました。二三度車内が揺らいで車が止まった時、ヘッドライトの先には20〜30メートルで道路がなくなって工事中という看板が立っている情景が広がっていました。僕は彼女に怒鳴りつけるように言いました。道全然違うじゃねえかよ。お前俺のこと殺す気か?すると、彼女はどす黒い目つきで前方を見たまま、瞬きもせず、小さな声で一言、畜生、と言いました。僕は彼女の胸ぐらをつかんで、
何がチキショーだよ、と声を上げました。すると彼女の頭部がガクンと揺らいだのですが、次の瞬間、はっと正気に帰ったようで、どこ走ってるんですか？私の家と逆方向じゃないですか？ワンワン泣きながら訴えていましたが、ことの起こりを詳しく説明すると、彼女はティー氏の郊外に入った途端、急な睡魔に襲われたそうです。そして私がこう言ったそうです。家に着いたら起こしてあげる。奇妙な笑顔でそう言ったそうなんです。彼女の意識がなくなる寸前、街灯の明かりに照らされた僕の横顔は、明らかに僕の顔ではなく、知らない男の横顔だったそうです。その後は、彼女の自宅に無事送り届けました。彼女のご両親から何度も何度もお礼を言われました。確かに自分も彼女もあのまま進んでいたらこの世にはいなかったわけですが、その後彼女から命の恩人と思われてしまい、現在は僕の奥さんとなっています。僕は通勤にいつも同じ道を通っている。その見慣れたいつもの道で2年前体験した話。その日、夜の8時、僕は会社を出て歩いていた。いつものように地下道を通ってその先にある駐輪場へ行くんだけど、長い地下道を歩いていると、少し先のところに人影が見えた。この地下道はあまり人通りは多くないが、それでも人は通るし、それだけなら特に珍しいことはない。ただ、そいつは明らかに普通とは違っていた。見た目はどこにでもいそうなただの女子高生。だが様子が明らかに変だった。壁を向いて少しうつむきながら、ストラップだらけの携帯をいじっている。そして、時々何かブツブツと独り言を喋っている。うわ、これなんかやばい子なんじゃないか。僕は直感的にそう思った。他にも通行人は何人かいたんだけど、みんなその子のことを無視しているところを見ると、やはりどこか薄気味悪さを感じていたのだろう。僕は他の人たちと同じように、とにかく気づかないふりをしてその子の横を通り過ぎた。通り過ぎてからどれぐらい経った頃だろうか。僕の携帯がメールを受けて着信した。ポケットから携帯を取り出して差出人を見ると、見たことのないアドレスだった。怪言に思いながら本文を見てみる。なんで無視すんの？書かれていたのはたったこれだけ。意味がわからず、は？と思った僕は、どうせチェーンメールの類なんだろうと思って、そのまま携帯をポケットに戻そうとした。するとまたメールが来た。アドレスはさっきと同じ。本文には、しかとしてんじゃねえよ、こっち見ろよ。これだけしか書かれてない。この時になって、僕はふとある疑念を抱いた。メールしてきてるのさっきの女子高生か？いやいや、ありえない。あんなやつ俺は知らねえぞ。なんであいつが俺のメルアド知ってんだ？おかしいだろ。
でも、じゃあこのメールはなんだ？ただの偶然か？そっちの方が不自然じゃないか？僕は心の中で自問自答した。そして、ありえない。そう思いながら後ろを振り向いた。うわ！予感は的中していた。さっきの女子高生が携帯片手にこっちを向いている。薄暗い地下道の蛍光灯に照らされて少しうつむいているので、表情などはわからないが、とにかくそいつがゆっくりとこちらに向かって歩いてきた。一瞬ひるんだが、ふと冷静になった。いろいろありえない状況だけど、相手はただの女子高生だ。こっちが強く注意すればいいだけだろ。アドレスの件も問い詰めてやろう。そう思った僕だけど、近づいてくるそいつを見て、全力で逃げ出した。あることに気づいたからだ。まず、今まで気づかなかったが、そいつは右手に携帯を、左手には血のりがべったりついた大きなコンクリートの塊を握りしめていた。そして、それ以上に異様なのが、そいつの喋り方。まるで音声の逆回転のように、変な抑揚の声でブツブツと何かを喋りながら、足元はゆっくり歩いているはずなのに、ものすごい速度でこちらに向かってくる。明らかに足の動きと実際の速度が合ってない。僕は一瞬で血の気が引いた。なんだあれ、おかしいだろ。ありえない、ありえない、ありえない。僕はパニックになりながら、全力で地下道の出口へと駆け出した。階段を駆け上がって、もう少しで出口という時、僕はふと後ろを振り向いてしまった。すると、目の前にそいつの顔があった。さっきも言ったように、顔も服装もどこにでもいそうな普通の女子高生。だが、そいつの表情は明らかな狂気が宿っていた。言葉では説明できない。僕が一瞬ひるむと、そいつは僕に向かって血まみれのコンクリートの塊を振り下ろしてきた。うわあ！僕は叫び声を上げながら地下道の外へと倒れ込んだ。地面に倒れ込んで腕と背中に強い衝撃を受けた僕はしばらく起き上がれなかった。だが次に来るはずの致命傷になるであろうコンクリートの一撃が来ない。あれ？どうなってんだ？ふと目を開けて見上げるとそこには何もいなかった。通りかかった人が、大丈夫ですか？と手を差し伸べてくる。僕は呆然としてあたりを見回したが、そいつはいなかった。手を借りて起き上がらせてもらって、まだ混乱していた僕は、ふと地下道の方を見下ろした。階段の一番下で、あいつが、こっちを見上げている。僕は、あの、そこの、と声にならない声で、そいつのいる方を周囲の人に指さしたが、どうやら誰もそいつが見えてないようだった。大丈夫ですか？救急車呼びますか？と心配された。僕は混乱し、さらに周囲の空気を痛々しく感じ、大丈夫です、大丈夫ですから、と言いながらその場を逃げ出した。次の日、僕は会社を休んで
朝一で携帯を買い替えてメールアドレスも変更した。そしてあの日から今日まで二度とあの地下道は通ってない。僕はばあちゃん子で、いつもばあちゃんと寝ていたんだけど、怖い夢を見て起きたことがあった。確か5歳ぐらいの頃。夢の内容は、ボロボロの廃屋みたいなものが3軒ぐらいあって、その手前に堀があって、そこに信じられないくらいでかい魚が泳いでいるというもの。最初は笑ってなだめてくれていたばあちゃんだったが、僕が魚と言った途端、ばあちゃんの顔色が変わった。そして夜中なのにどこかに電話をかけていた。両親も起きてきて出かける準備をしている。僕も眠いながら着替えさせられて、父ちゃんの運転する車で出かけた。着いた先はひいばあちゃんの家、つまりはばあちゃんの実家だった。ばあちゃんが呼び鈴を鳴らすと親戚が出てきて、魚でわかったから来た、などと言っていた。ひいばあちゃんの部屋に行くと、ひいばあちゃんが亡くなっていた。目も口もカッと開かれて、ああ、死んでるんだなと直感的に分かった。ひいばあちゃんの家は亡くなったひいばあちゃんとその親戚のおばさんの二人暮らしだったので、うちの両親やばあちゃんがいろいろと葬式の手配をした。ばあちゃんが教えてくれた。私が魚の夢を見ると必ず親戚が死ぬんだ。でも今回は見なかった。お前が代わりに魚を見たんだね。だからどうしろということはなく、僕もなんとなく、そうか、そういうものなのかと思った。ばあちゃんと別々で寝るようになってからは、ばあちゃんは、単独で魚の夢を見ていたようだ。僕も遠くの大学に進学して実家を出てしまった。久しぶりに親が電話をよこして、ばあちゃんの様子が変だから帰ってこいと言う。入院でもしたのかと言うと、そういうわけではない、ボケたわけでもないと言う。気になるので帰省した。ばあちゃんの部屋はもぬけの殻だった。大切にしていた着物も趣味の書道道具も何もなく、ただ布団しかなかった。親によると、ばあちゃんは身の回りのものを急に片付け始めて、タンスなども全部庭で燃やしてしまったという。ばあちゃん、なんかあったのか？孫の僕になら話してくれるかと聞いてみた。するとばあちゃんは言った。魚を見た。でもあれは本当は魚ではなかった。堀でもねえ、壊れた家でもねえ。そしてばあちゃんは黙ってしまった。ばあちゃんはその日の夜、心不全で亡くなった。その晩、僕は単独で魚の夢を見た。廃屋には前はわからなかったが、たくさんの人がいて苦しんでいるようだった。堀は、堀というよりも深い溝で、赤いような緑色のような嫌な色の液体で満たされていた。魚の背びれが見える。
大きい魚が浮き上がってくる。人の顔ほどもある鱗が見える。いや、あれは人の顔だ。魚が地鳴りを立てて跳ねた。魚は魚ではなく、死人が魚の形に集まったものだった。ばあちゃんやひばあちゃんの顔があったかはわからない。でもなぜか僕も死んだらあの魚になるんだなと思った。僕も身辺整理を始めようかと思う。若い頃体験した話です。最初に言っておくと、葬儀会社といってもいろんな部署がある。普通イメージするのは葬儀の司会とかだと思うが、僕は聖火部という地味でいわゆる雑用の仕事をしていた。仕事の内容は個人の祭壇に菊の花を設置していくというものだった。あの夏の日、今でも覚えている。地元でもそれなりの規模でやっていた会社は、市内だけで5つぐらいセレモニーホールがあった。ある場所に大きなセレモニーホールと小さなホールがある葬儀場があるんだけど、そこのセレモニーホールだけ雰囲気が独特だった。後ろから何かにじっと見つめられているような仕事中、いつもそんな感じの感覚に襲われて薄気味悪かった。会社の同僚の間でもあそこに宿直に行くのは嫌だという声が多かった。職業柄、いわゆる幽霊と呼ばれるものを見る職業なんだけど、その場所のセレモニーホールだけはやたらと見える人が多いらしい。そのうだるような暑い夏の日、僕は小さいホールの設置を一人で任された。当時の僕はまだ25歳で、部署の中でも一番下っ端。初めて一人で任される仕事がとにかく嬉しかった。菊の花と商売道具のハサミを持ってトラックで一人その場所へ向かった。今思えば当時は本当に若かったんだと思う。噂が立っていたホールに一人で行くことに何の疑問もなく車を走らせた。花を生けると言っても時間がかかるもので、その日は正午に着いて夕方ぐらいの終わりを予定していた。駐車場のチェーンを開けて、ホールの前にトラックを止める。お通夜が明後日ということもあって、駐車場には営業の車も止まってなくて、自分一人だけというのは、中に入ってみなくてもわかった。正直、少し怖いな、と思いつつも、僕はトラックから花を下ろして、ショーホールの鍵を開けた。中に入って、黙々と作業をして2時間ぐらいが経ち、暑かったのでクーラーをつけに行くと、電気のスイッチをはじめ、クーラーのスイッチが、べったりと濡れていた。尋常じゃない悪寒に襲われた僕は少しでも気を紛らわすため、仕事をしながら彼女と電話で話をしていた。というか、いやいや付き合ってもらっていた。すると少しして突然電話が切れた。電波が悪いかなと思って外へ出て確認すると、電話は圏外になっている。
その時は何も思わなくて、本当に少し気が紛れたので、また仕事へ戻った。夕方4時ぐらいには一通り終えたので、手を洗いにトイレへ行った。小ホールからトイレまでは、廊下で一本道になっている。トイレに入って用を足した瞬間、セレモニーホールの方からアナウンスが流れ出した。僕以外誰もいるはずはないので、ありえない現象だった。その瞬間、走って戻ったのは今でも忘れない。多分、顔は真っ青だったと思う。幸い、トラックを小ホールの前に止めていたので、片付けは楽だった。最後にゴミを積んで、助手席に置いたホールの鍵を取ろうとしたとき、見えてしまった。助手席のガラスに映った赤いドレスのような服を着た親子が、二人でこっちを見ている。もう一人は、小さい男の子が見えた。よく幽霊を見た時のリアクションとして、漫画やドラマでは悲鳴を上げるが、あれは嘘だと思った瞬間でもあった。その時の僕は凍りついて声も出せなかった。ガラスに映る親子の姿。よく考えたら葬儀場に来る一般の人は、黒い喪服以外ありえないのに、そこに映った親子は赤いドレス、子供は帽子をかぶっている。自分の後ろにいるのはこの世のものではないと気づいた。僕はホールの鍵も閉めず、助手席からそのまま運転席へ移り、左側を見ないように車を発進させた。その時も間違いなく僕の左側にいた。5メートルくらいの距離に。最低だけど鍵を閉めずそのまま本社まで逃げるように帰った。後から営業に聞いた話によると、その時 B ホールで行われた葬儀はどうやら密葬だったらしい。一家心中。当時の新聞にも小さく載っていた。その例を見てからというもの、関係があるのかはわからないけど、僕は左側の耳が聞こえなくなってしまった。3年ほど前の話。当時付き合っていた彼女との同棲が決まった。とにかく嬉しくてテンション上がりまくりで部屋を決めたりなんだりしていた。それでメゾネットタイプの部屋に決めて2トントラックを借りて自分たちで引っ越しも終わって新しい生活がスタートした。僕たちには普通のカップルとは違う点が一つあった。というのも彼女はバツイチで子供を連れていたということ。子供の年齢は5歳。やんちゃ盛りの可愛い男の子で僕も自分の子供だと思って接していた。お母さんと一緒じゃないと眠れなかったその子も一緒に暮らしているうち一人で眠れるようになってきて、そんな成長に驚いたりしていた。ある日、夜中の2時ぐらいだったかな。怖い、眠れない。と、隣の部屋で寝ていたその子が、僕たちの寝室へやってきた。何が怖いの？と聞いても。だって、怒ってるもん。怖い。と繰り返すばかり。仕方ないので横で寝ていた彼女を起こして状況を説明した。
ママに言ってごらん、となだめて、その子がしぶしぶ語り出した。電気の上の屋根に乗ってるお人形さんが怒ってる。子供の部屋のライトはぶら下げるタイプなので、屋根というのはライトの傘のことだと思う。だけど当然、そんなところに人形なんて置いてない。恐る恐る二人で確認したけど、やはり人形はなかった。だけどその間も隣で子供は、怒ってるよーと号泣する始末。何が何だかわからないし、でもどうすることもできないので、その日は三人一緒に寝た。それからというもの、僕と彼女の関係が徐々に崩れ出した。些細なことで喧嘩になったり、まあ関係があったのかはわからないけど。それで、一ヶ月ほど経った時、子供に聞いてみた。まだお人形さんいる？するとその子は、うん、でも笑ってるから怖くないよ、と言った。まだいるのかよ、とツッコミを入れたくもなったけど、なんで怒っていたのが今は笑っているのかわからない。そこで彼女とあれこれ話していたら、彼女が、もしかしたら元彼との子供かもしれない、と言った。よくよく話を聞いてみると、以前彼女は知らないうちに流産していたことがあったそうだ。その時は本当にわからなくて、単なる生理だと思い込んでいたらしい。ここで僕は仮説を立てた。流れてしまった子供は幸せを疎ましく思っていたのかもしれない。だから怒っていた。最近僕と彼女の仲が悪くなるばかり。だから笑っていた。改めて水子供養をしようということで、比較的有名な水子供養のお寺へ行って供養をしてきた。これできっと、と思ったけど、今度は僕にだけ変なことが起こり始めた。寝ている時、頭に何か小さいものを投げられた感じがあったり、靴紐が一週間で三回切れたり、だんだん怖くなってきて、また子供に聞いてみた。するとその子が、お人形さんね、ずっとお兄ちゃんのこと見てる。でも笑ってるからもう怖くないよ、と言った。彼女との関係もだいぶ悪化していたし、ここにいたらお互いダメになるかもしれないと思って、彼女と別れてしまった。実家に戻ってからは一切何も起こってない。ただ子供にしか見えない。それに加えて僕が標的にされていそうで本当に怖かった。余談だが今でも当時の彼女は男性と付き合ってもすぐ逃げられたりを繰り返しているそうです。人間、気がつかないというのは本当に幸せなこと。学生時代、大学の近くの一軒家を借りてそこへ住んでいた。その一軒家は、母屋が二階建てで、一階と渡り廊下でつながっている離れがあった。だいたい敷地の面積は60坪ぐらいの一軒家。僕はその離れを個人部屋にした。母屋の各部屋は倉庫代わりにしていた。
母屋に用があると言ったら、炊事、入浴、トイレくらいだった。入居当日、僕は台所に貼ってあった大きなお札を邪魔に思って剥がしてしまった。それから妙なことが続いた。夜になると、母屋の階段を、タン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 、と、2階へ登っていく足音が聞こえるようになった。その家の離れの部屋に、僕しか住んでないのに、また、母屋から渡り廊下を、ペタ、ペタ、ペタ、と、僕の部屋になっている離れに、誰かが近づいてくる足音と、離れの僕の部屋を、トントン、とノックする音が聞こえたりした。僕はてっきり友達が遊びに来たんだと思って、はーい、入ってこいよ、と返事をしたが、一切誰も入ってこない。あと、離れの部屋の外の庭を、じゃり、チャリ、チャリ、と歩く足音を聞いたり、離れの自分の部屋に引いている電話に雑音が入り出したり、留守電のテープの中に女の人の声で、という笑い声だけが入っているのがあったり、庭から離れの僕の部屋の窓をゴリゴリと無理やりこじ開けようとする音が聞こえたりした。また、その離れの部屋で寝ていると、金縛りにあって、胸のあたりを押し付けられているような感覚に襲われて、あまりに苦しいので目が覚めると、寝汗がびっしょり、なんてこともあった。この金縛りだけは頻繁に起こって、胸を押さえつけられるバージョンと両足首をつかまれるバージョンの2種類があった。ここまでパーフェクトな心霊現象を経験しているにもかかわらず、僕は全くこれらの現象を心霊現象だと気づかず、卒業までその一軒家に普通に住み続けた。別に僕が強胆だとか、勇気があるとか、そういう話ではない。どちらかといえば、かなりヘタレな方だ。例えば、階段を上がっていく足音が聞こえた時は、この家のお隣さんの階段の音が聞こえたんだろう、と思っていたし、母屋から離れの廊下へ近寄ってきて、ドアをノックした時は、友達の誰かがいたずらしたんだろう、と思っていたし、庭を歩く音が聞こえたのは、野良犬が入り込んできたんだろうと思っていたし、部屋の窓を開こうとする音は、猫が盛りがついてるんだな、くらいに思っていたし、金縛りで胸を押さえつけられて苦しかった時は、タバコを吸いすぎるとこんな風になるんだな、と思っていたし、足首をつかまれた時は、最近運動不足だしな、足首って凝るとこんな感覚になるのか、まるで誰かにつかまれてるみたいだな、と思っていた。電話の雑音が入った時は、NTT のサービスマンを呼んで点検してくださいと言ったし、女の人の声で笑い声が聞こえたのは、誰かのいたずら電話だと本気で思っていた。あれは心霊現象だったんだと僕が気づいたのは、卒業してその一軒家を引き払った後のこと。仲が良かった一年下の後輩が僕の次にその離れの部屋に入居した。2月に僕の卒業式が終わって、4月に僕は入社して、5月のゴールデンウィークに、その後輩のところへ遊びに行ったら、後輩が涙目で、僕が4年間経験し続けた
蒸気したような現象がほぼ毎晩起こる旨を僕に訴えた。夜、階段を登っていく音が聞こえるんですよ。ああ、お隣さんの階段の音だろ？お隣さんの家って平屋ですよ。あと、夜庭を歩く音がするんですよ。犬が入り込んできてるんだろ？いえ、二本足の足音でしたよ。それに、金縛り状態になって、胸とか足首を押さえつけられたりするんですよ。タバコの吸いすぎだろ？あと運動不足。俺、タバコ吸いませんよ。あと夜になると、母屋からここまで足音が聞こえてきて、この部屋の扉をノックする音が聞こえるんですよ。誰かのいたずらだろう。いえ、母屋の玄関鍵閉めてるんですよ。今思えばブルブルものだった。どうして何も気づかず4年間も平気であの一軒家に住めたんだろう。今思えば家賃が1ヶ月1万円だった時点でおかしいと思うはずなんだけど。ちなみに後輩は速攻で他のアパートへ引っ越しました。そして今思い出したんですが、僕がそこに住んでいたあの時、お札を剥がしたことは後輩には言いませんでした。っていうかそんなことすっかり忘れていました。お札は剥がしてはいけませんね。今から15年ほど前、私が小学5年生の頃の話です。前置きになりますが、私の通っていた小学校は集落と言ってもいいような田舎にあって、当時の全校生徒の数はわずか30人ほど。現在は木造からコンクリートの校舎に改築されましたが、理由は急速に進む過疎化の末に学校として利用できなくなった際、老人ホームとして再利用するためだそうです。おそらく現在在校している生徒の数は10人を切っているでしょう。そのため教師と児童との関係はさほどの隔たりがなく、むしろ児童からすれば友達のような感覚で先生に接していました。行事の準備で下校が遅くなれば、先生方が児童を車で家まで送ったりと、なかなか地域と密接した関係だったと思います。私を含め、5年生がとりわけ大好きだったのは校長先生でした。担任の先生は忙しく、たびたび外出もしていたので、複数科は代理の先生が務めていました。ですが、代理の先生も出勤する曜日が決まっていたので、どうしても空いてしまった時間は、教頭や校長の出番だったんです。代わりの授業をしてくれていたわけではありません。雑談をしに来てくれるのです。雑学、子供時代の話、創作の昔話、児童たちのリクエストに答えて何でも話してくれました。その中でも人気だったのが校長先生の怖い話。実話だからなおさら怖い、面白い。今回はその中でもひときわ怖かった話をしたいと思います。ここから校長先生の語り口となります。校長先生の怖い話。僕がまだ新米教師だった頃の話。教師になったばかりで右も左もわからないまま、昼間は授業、夜は勉強。ただがむしゃらに
毎日を生きていた。そんな僕は5年生の担任を受け持っていた。ある日のプールの授業中、一人の男子児童 A 君が近づいてきた。 A 君は授業態度は真面目だが内向的な性格の少年だった。先生、相談があるんです。今思えば休み時間や放課後になれば職員室に閉じこもりっきりで忙しそうにしている僕を捕まえるのは大変だったのだろう。夏休みも直前になって焦っていた A 君はプールの授業の自由時間を狙ったのだ。だが自由時間とはいえ仮にも授業中。日々の忙しさでイライラも募っていた僕は、今は授業中だから後でな、後。と A 君をないがしろにしてしまったのだ。そして僕はその後をすっかり忘れてしまって夏休みに入った。A 君は夏休み中交通事故で亡くなった。葬儀に参列した僕は、相談聞いてやれなくてすまない、と申し訳ない思いでいっぱいだった。夏休みも終盤に差し掛かったある蒸し暑い夜、僕は何か奇妙な音に気づいて目を覚ました。なんだ、玄関の方から音がするな。当時の僕の住まいは平屋の借家だった。床の間から襖一つ挟んだ玄関から奇妙な音がするのだ。僕は起き上がって襖を開けた。すると玄関の引き戸が半分ほど開いていた。先ほどの音は引き戸が少しずつ開く音だったのだろう。風か？大して気にも留めず引き戸を閉めた。ちなみに今ほど物騒な世の中ではなかったので、鍵は常にかけていなかった。そして僕はまた布団に戻って眠りについた。いや、つこうとした。またあの音がする。風も吹いてないのになぜ。僕は瞬時に察した。 A だ、 A が相談に来たんだ。僕はとっさに部屋の隅に置いてあったアコースティックギターを取り、きつく抱きしめ、タオルケットを頭からかぶってガタガタ震えながら、 A 君、俺が悪かった、悪かったから来ないでくれ、頼む、と叫んだ。その瞬間、引き戸が開く音が止んだ。翌日、僕は学校に行って当直だった年配の女性教師に昨夜の出来事を相談した。こんな現象をいい大人が本気で怖がるなんてどうかしてると思われても仕方がない。とにかく何か解決策を見出したかったのだ。女性教師は終始黙って僕の話を聞いてくれた。そして一通り話し終えると彼女が口を開いた。先生、お墓参り行きました？意外な一言だった。お墓参り、言われてみれば言ってない。呆然とする僕を見ながら、女性教師はにっこりと微笑んだ。今からでも遅くないから、お線香とお供え物を持って、A 君のお墓参りに行きなさい。それで、相談を聞いてやれなかったことを、お墓の前で謝りなさい。僕は学校を飛び出し、
その足ですぐさま A 君の墓へ向かった。墓前で手を合わせて必死に謝った。A 君、本当にすまなかった。先生が悪かった。その晩、そしてそれ以降の夜も A 君は現れなかった。やがて夏休みが明けた。あの夜の出来事が夢だったのではないかと思い始めていたある日のこと、僕の隣のクラスの女子児童が、授業中突然立ち上がって天井を仰ぎ見て思い切り絶叫しながら痙攣し、その場で倒れたそうだ。その子はすぐさま病院へ運ばれたが、幸い命に別状はなかった。僕はその時一つの仮説を立てていたのだが、その仮説が偶然耳にしたその子のクラスの子たちの噂話で確信へと変わった。A ってさ、あの子のこと好きだったらしいよ。ああ、ずっと陰から見てたもんな、あいつ。もしかしてあの子が倒れたのって。そう、内気な A 君は、その子への募る思いを同年代の子たちには打ち明けられず、頼れるお兄さん的存在だった僕に相談したかったのだろう。だが、相談を聞いてもらえず、その矢先、不運にも事故で亡くなってしまった。彼女への強い思いだけがさまよって、連れて行こうとしたのではないだろうか。以上で校長先生の話は終わりです。15年経った今でもこのお話は色褪せることなく私の心の中に刻まれています。今までいろんな先生を見てきましたが、この話をはじめ校長室をたまり場にしてもニコニコして、空き時間には一緒に遊んでくれた校長先生。離任式では自分の卒業式以上に泣いてしまいました。今現在も変わらず私の一番尊敬する恩師です。多分似たような話は結構いっぱいあると思う。僕は小学校から高校まで遠くの私立の学校に電車で通っていたので、地元には友達が一人もいなかった。で、両親は共働きだったので、毎日親が帰ってくるまで僕は家で一人で遊んでいたんだ。と言っても、一人で遊べるようなおもちゃなんてほとんど持ってなかった。じゃあ何をしていたかというと、ずーっと漫画を読んでいた。うちの親はファミコン禁止にしていたくらいで、漫画もほとんど買ってはくれなかったんだけど、月のお小遣いで500円と、小一の頃から、片道1時間以上かけて通学していたので、途中で喉が渇いたらジュースを買っていいということで、毎日100円もらっていた。そのお金で漫画を買いまくっていたということ。でもそれだと月に3000円ぐらい。10冊も買えないんだ。あっという間に読み終えてしまう。だからいつも、もっと漫画を買いたい、もっと読みたいって思ってた。それで小学4年ぐらいの頃だったかな。ある時、どうも世の中には古本屋というものがあって、そこでは漫画が安く買えるということを知った。しかもちょうどよく、駅から家までの途中に古本屋があったんだ。初めてそこへ
恐る恐る入った時には驚いた。だっていろんな漫画が100円かそれ以下で売っているんだ。もうそれ以来毎日100円を握りしめてその店に通うようになった。でも所詮その店は町の古本屋さんなわけで、在庫なんかたかが知れている。もちろんたまに入荷はあるんだけど、毎日一冊買ってれば、そりゃそのうち買うものもなくなってしまう。全然面白くなさそうなものでも無理やり買ったりしてごまかしていたんだけど、やっぱりだんだん物足りなくなってしまった。そんなわけで、その店に飽き足らなくなった僕がどうしたかというと、新たな古本屋を探し始めたわけだ。当時住んでいたところは、まあ田舎というわけでもなし、自転車で遠出すれば簡単に別の町へ行けたから。で、結果的に意外に結構近く、自転車で15分ぐらいのところに、別の古本屋を見つけた。それが家を出て左の道を進んでいったところで、駅とは反対の方向だから、子供の頃から全く行ったことがなかった場所にあったんだ。小さなショッピングモールというんだろうか、その建物の中に4、5軒、おもちゃ屋とか駄菓子屋とか肉屋とか入っている建物があって、道を挟んでその向かいに。と説明しても意味はないけど、まあそれくらいはっきりと道順や風景を覚えているということ。その店にはもう感動した。今まで見たこともないような、でもものすごく面白そうな漫画がずらりと並んでいた。とは言っても、買えるのは1冊か2冊だから、一生懸命選んで選んで買った。ホクホクしながら帰って読んだら、予想通り本当に面白い。ただその店にはそんなにしょっちゅうは行かなかった。せいぜい何度かってくらい。というのも、その店は小さいんだけど、品揃えがすごいから、いつ行っても、あれも欲しい、これも欲しいとなっちゃって、結局買えないのが辛くてたまらないから、という理由もあった。でも、正直なところ、どうしてそんなに行かなかったのかは覚えてない。今になって考えると、行かなかったんじゃなくて、行けなかったのかもしれないって思うんだけど。とにかくそんな風に古本屋に通っては漫画を買っていた小学生時代だったんだけど、中学に入ってからは部活が忙しくて帰りが遅くなったりとか、いろんな理由であんまり古本屋には行かなくなった。駅からの途中にある最初の店は、それでもそれなりに寄ったりしてたんだけど、2軒目の方はちょっと出なきゃいけないというのも面倒だった。で、高校生になって今住んでいるところに引っ越した。不思議なのはここから。高校になって受験勉強とかしてる時ってやっぱまあいろいろと辛いので、小学生時代を懐かしんだりする。で、思い出されるのは、なぜかいつも2番目の店だった。しまいには、夢にまで見るようになった。それでとうとう、何年かぶりに、あの店へ行ってみようと思った。駅から、ほんの数年前まで毎日通っていた道を、懐かしみながら歩いて、そこからあの店まで歩きだと30分くらいかな。ここをこう行って、ここで曲がって、そうそう、ここの家がでかい犬を飼ってて。で、立ち止まってしまった。みんな、もう感づいていると思うけど、
あの店が、というより、あの店まで行く道がない。あと一つ角を曲がれば、あのモールの建物と向かいの古本屋があるはずなのに。もう何度も確かめた。少し先まで行って曲がってみたり、一旦戻って行き直してみたり。それでもそこで曲がるはずの角がどうしても見つからない。というか、丁字路だったはずなのに、右の棒の部分の道がなくて、L 字の逆のようになっている。その日は夕方だったから間違えたのかも、と思って、次の日曜日行ってみたりしたんだけど、やっぱりどうしても曲がり角は見つからなかった。そこで、ふと気がついた。僕は漫画に対する執着がものすごく強かったから、引っ越しの時も漫画は一冊も売ったり捨てたりはしてない。しかもそのどれも何度も何度も読んでいるから、全部完璧に覚えている。なのに、あの店で買った漫画がどれだったのか、全く思い出せない。あんなに面白がって読んでいたのに、どんな漫画だったのか、さっぱり覚えてないんだ。なんだかそれに気づいてから、無理に探したりしない方がいいのかも、と思うようになった。よくわかんないけど、そっとしておいた方がいいものなのかなって。ちなみに、社会人になった今でも、辛いことがあると、あの古本屋の夢を見る。高校の時からずっと同じ内容なんだけど、家の前から左の方へ記憶通りに進んでいくと、簡単にあの店まで行ける。相変わらず小さいけど品揃えは良くて面白そうな漫画ばっかりで。で、小学生の時よりも、はるかにお金を持っているから、大人買いしようとするんだけど、なぜかいつもどうしても買えない。急に人がいっぱい店に入ってきて押し出されちゃったり、逆にレジに誰もいなくて何度呼んでも出てきてくれなかったり。そのうち、ああ、そろそろ帰んなきゃ、という気がして目が覚める。いつになったら買えるのか、自分でも楽しみにしている。先日、実家に呼ばれた。理由もわからず、みんなの予定が合う日はそこぐらいしかないから、とにかく来て、と言われた。わけもわからず実家に帰ると、親戚連中も集まっていた。お盆や正月でもないし、なんだこりゃ、という印象だった。だけど、いとこが妙に神妙に申し訳なさそうにしているのが気になった。いとことは子供の頃は何度も遊びに来ていたし、インテリ系ではあるものの、そんなにかしこまった態度でいるのに違和感を覚えた。親戚と話していると親父が、もうすぐ神主さんが来るそうだ、と言い始めた。うちは仏教だったはず。神主ってどう考えても神道だろ。しかも盆でも正月でもないぞ。親父に聞いてみると、いとこが最近何かに疲れたらしい。それで一応親族全員払ってもらうために集めたと白状した。どうして住職ではなく神主なのかと聞いたら、住職さんにも見てもらったんだが、手に余るからと断られ、じいさんが会員をやっていたということで、
近所の大きな神社の神職さんが来てくれることになったのだとか。で、テレビとかの心霊特集にあるような祭壇を作って、ごまを炊いてお祓いをして、テレビのように突然暴れ出すとか、規制を上げるとかも特になく、あっけないほど順調に終わった。ただ、その取り憑かれた原因というものが普通ではなくて、幽霊とかに取り憑かれていたのではなく、彼は自分で作り上げた異形の化け物に憑かれていたそうだ。いとこがオカルト好きなのは知っていたが、カメラが好きということもあって、自分でも心霊スポットに何度も撮影しに行ったりしていて、心霊写真を撮りたいという思いが非常に強かったらしい。また、写真の影などを見ては、これは心霊写真に違いないと思い込もうとしていた。そういう人なので、友人やオカルト仲間からの心霊写真鑑定や心霊写真認定みたいなものもしていたそうだ。そんな思いが数々の心霊写真に写っていた幽霊だという本人の願望の形で、つまりは願望なので本来の幽霊とは違う形で完全に異質な思念のような感じで生まれてしまったとのこと。住職さんの手に余るというのも、成仏できない魂を救うことはできても、異形の物体を抑えることは難しいので、もっと上の人に任せた方がいいということだった。掲示板や SNS でもよくあることだと思うけど、これって心霊写真ですか?という画像に対して、どこどこに霊が写っていますね、と答える。そんなやりとりがちょっと怖くなった。これは忘れもしない。僕が山で危うく遭難しかけた時の話です。山登りが趣味で、休みになるとあちこち車を飛ばしては山登りをしています。まあ、冬山登山みたいなガチ勢ではなくて、ハイキングの延長みたいなお散歩コースにしか行きませんが、それでも普段住む都会では見られない、尾根から見る山の景色は絶景です。その日も僕は関西地方にある山に一人で登っていました。途中、コースの林道が崖崩れにあっていて、迂回したりと多少のトラブルがあり、予定から幾分か遅れた時刻になって、山頂に到着。山には意外に人がたくさんいるものですが、先行して山頂に着いた人たちは、皆すでに下山の準備をしていました。僕もちょっと急がないと、と思い、景色を楽しむのもそこそこに下山ルートへと向かいました。尾根を進み、踏み跡をたどるようにして歩いていると、やがて向こうから5、60代ぐらいに見える男性がこちらに向かって歩いてきます。こんにちは、どうしました?途中でルートを間違えたみたいだ。この先は途中で道が荒れてとても進めない。それが本当なら一大事です。僕はその男性と話をした結果、それならさっきの分かれ道が正しいルートだろうと結論付けて、男性と同行して一緒に進むことになりました。来たルートを少し戻り、途中の分かれ道から再び下山を再開。
歩きながら話を聞いていると、男性は僕のようなエンジョイ勢とは異なり、山に随分経験のある本格派のようです。百名山は全部登ったよ。すごいですね。といった感じで、男性は経験の少ない僕を先導するように、どんどん前へ進んでいきます。こちらも男性のその自信ありげな態度からすっかり安心してしまい、ただ後をついていくだけでした。最初のうちは特に問題はありませんでした。きちんとした道が続いています。けれど、歩いているうち、いつの間にか道が不明瞭になっていきました。登山道なのか獣道なのか、はっきりしない道を歩いているうち、こちらも徐々に不安が募ってきます。大丈夫なんですかね、これ。なんか迷ってません?登山道は場所によってはこんなもんだ。大丈夫。本当ですか?大丈夫。こちらの問いかけに、男性は自信ありげに大丈夫だと繰り返します。僕は内心不安でしょうがありませんでしたが、その場所から一人で道を戻る自信もなく、仕方なしに男性の後をついて歩きます。またしばらく進むと、やがて下り道というか、ほとんど崖のような場所に差し掛かりました。おいおい、本当にこんなとこ行くのか?と思って、さすがに抗議しようとしたところ、いつの間にか前を歩いていたはずの男性の姿がどこにも見えません。え、置いてかれた?慌てて周囲を見渡すと、やがて崖下の岩場に男性らしき人影がうずくまっているのを見つけました。しかし、様子が変です。ピクリとも動かず、上からいくら声をかけても返事がありません。もしかしたら崖から落ちて怪我をしたのかもと、僕も覚悟を決めてその崖を滑り降りました。なんとか崖を降り切って男性に近づくと、なんとその人影は死体でした。もう驚いたなんてもんじゃありません。白骨死体。しかも、それが先ほどまで僕と一緒に歩いていた男性の服を着ているんですから。はっきり言ってパニックです。人生であれほどビビったこともないでしょう。今すぐ死体が起き上がってきて襲われる、なんて恐怖が湧き起こってきます。けれど、逃げることはできませんでした。そこは二段になった崖の中腹のようなところで、先ほど滑り降りた崖をまた登るか、完全に切り立った下の崖をさらに飛び降りるかしか進む先がないのです。僕はなるべく死体に近寄らないようにしながら、必死になって道を探しましたが、ダメでした。岩棚の上の進むも引くこともできない完全な袋小路。このままでは僕もあっという間に男性の仲間入りです。その後、いくらか頑張ったものの、ついにギブアップ。あの時、実は携帯の電波がつながっていることを知った時は、思わず声が出ました。震えながら119番に連絡し、救助を要請しました。結局、僕がヘリに救助されて下山したのは次の日のことでした。
レスキューの人が言うには、あの時、男性と出会って、一旦引き返す前のルートで正解だったのだそうです。ご遺体を見つけて欲しかったのか、それとも仲間が欲しかったのか。今でもあの時の救助を待ちながら狭い岩棚の上で白骨死体と過ごした一晩の恐怖は忘れられません。私が20代前半の頃、友人が引っ越しをしたというので、お祝いを持って行った時の話です。友人は中古住宅を賃貸したらしく、パッと見た正直な印象は、古い家だなぁ、でした。今は子供も小さいけど、きっと狭くなるわね。その時までには自分の家が欲しいわ。そういう友人は気のせいかやつれて見えて元気がありませんでした。ふと窓の外を見ると墓地が見えます。外の眺めがこれではあまりいい気持ちはせず、友人もそこはかなり躊躇したようです。でもその代わり家賃は安かったから。友人は笑っていましたが、私はどうにも気になりました。さらに気になるのが騒音でした。閑静な住宅街だと思いきや、ざわざわとずっと声が聞こえます。季節は夏。きっとご近所さんがみんな家の窓を開けているんだろうと思いました。それにしてもかなり騒がしく、私は友人へ、なんかうるさくない?と尋ねました。ん?特にうるさくはないよ。暑いけど。不思議そうな友人の回答に私は違和感を覚えました。こんなにも声が聞こえるのに、それも数人ではなく、お祭りのような騒がしさです。声がする方を見てみると、お墓があります。私は友人の手前、平気な顔をしていましたが、内心は穏やかではありませんでした。まさかの考えが浮かんでは消えます。実際に人が集まっているのかもしれないと都合の良い解釈をしようにも、それが違うことは明らかにわかります。お盆にはまだ早いですし、そんなに大勢の人が集まるわけはないのです。若い男女や老人、赤ちゃんの泣き声、性別も年齢も様々な人の声が聞こえるも、何を言っているのかまでは聞き取れません。世間話のようにも聞こえますし、怒っているような気もします。笑い声や泣き声もあって、まるで声の洪水のようです。あまりの状況に耐えられず、私は、早々に帰ることにしました。友人の家から離れると声も聞こえなくなりました。私は自分の指が震えているのに気づき、どうやら思っていた以上の恐怖を感じていたようです。それからしばらくはまたあの声が耳に入るような気がして、落ち着きませんでした。友人はやつれたような表情をしていました。もしかすると彼女は何か影響を受けているのでは?と思ったものの、何も考えず一軒家を借りて喜んでいる彼女に何と言えばいいのでしょう。
こんな話をして困らせていいのだろうかと考えてしまいます。声を聞いたのは私だけ。彼女にそのことを話しても納得してくれなかったら、私は何日も悩みましたが、やはり放っておくことはできませんでした。一ヶ月後ぐらいに私は彼女へ電話をしてすべて話しました。すると驚くことに彼女は、やっぱり?と言ったのです。実は彼女も自身と家族の異変に薄々気がついていたのだとか、疲れやすくなり何をするにも億劫で沈んだ気持ちになる。おまけに生後間もない子供の夜泣きが引っ越してからひどくて悩まされていたそうです。その後夫に相談したらまた引っ越すという話にまとまったようで私はほっとしました。次に引っ越し祝いを持って行った私を迎えてくれたのは、以前の明るさを取り戻した友人の笑顔でした。今度は墓地のない静かな住宅街です。安さに惹かれてのあまり無頓着な引っ越しは気をつけた方がいいかもしれません。近所の家で自殺が起きたのは、もう半年ほど前になる。亡くなった A さんは、初老になろうかという一人暮らしの美人な女性だった。小さいながらも瀟洒な家に引きこもって、全く近所付き合いはしないので、最初は影のある女性、美しく、いつも上等な和服を着ている。ということ以外、彼女の詳しいことは誰も知らなかった。しかし、もう10年以上前だが、ある日突然、いかにもマダムといった感じの女性が、数日連続して怒鳴り込んでくるという事件が起こった。そのマダムによると、A さんは昔、祇園で芸者をしており、当時亡くなったばかりのマダムの夫をパトロンとしていたという。家や家財道具も買ってもらって、さらに今回マダムの夫に相当の財産を分与されたらしい。どうやらその遺産問題のごたごたで騒ぎを起こしたらしく、最後はマダムの方が玄関先で包丁を振り回し、隣人が通報するという大騒ぎになった。それ以来、もともと疎遠だった近隣住民すべてが A さんを避けるようになった。京都という場所はなんだかんだと差別意識の強い地域で、包丁を振り回すような事件に巻き込まれたくないというのもあって、また純粋に近所のおばさん連中の嫉妬もあったと思う。でも相変わらず A さんは美しく、年をとっても枯れるというよりあでやかになっていった。しかし1年ほど前から様子が変わった。いつも入念に手入れされ、常に美しかった庭に雑草が生えたり、毎日の打ち水と森塩がされなくなったり、今まで見たこともなかった A さんの親戚と名乗る人物が、A さんの家はどこですか?と近所に聞いて回ったりするようになった。そして、これまでは朝晩、さっそうとスポーツクラブに通っていた A さんの姿を誰も見なくなった。そして、半年前、A さんの親類という女子高生が泣きながら半狂乱で、
たまたま庭を手入れしていたうちの母に助けを求めてきたのだ。誰も知らなかったが、A さんは癌で、見つかった時は末期だったそうだ。女子高生は A さんの姪っ子で、両親から A さんの様子を見てこいと言われたそうだ。A さんは入院してからも、死ぬまで家を離れたくない、手放したくない、と言っていたのだが、子供のいない A さんの遺産を狙った親戚が、まだ生きている A さんの目の前で遺産争いを起こし、A さんは逆上して親戚を全員追い出し、その晩病院を抜け出してしまった。おそらく自宅に帰っただろうというわけで、子供が相手なら会うだろう、とりあえず様子を見てきて、と女子高生は親に言われて A さんの家に向かったのだ。しかし合鍵を使って家を開けた彼女が見たのは、自室で首を吊ったおばの姿だった。おばさんはかわいそう。うちの親もおじさんたちも着物とか宝石とか家とか、そんなことしか興味ないみたい。と言って彼女はまた泣いていたという。葬式は行われなかった。警察の一通りの捜査が済んでから数日後、一度どうやら例の親戚が家に集まっていたようだが、あまり物を持ち帰っている様子ではなかった。さすがに自殺となると何か思うことがあったんだろうか。しかし、その次の晩から、近隣住民は悩まされることとなる。どういうわけか、A さんの家の2階の窓が一つ開けっぱなしのままで、電気もつけっぱなしである。そして、部屋の中に和服がかけてあるのが見える。夜になると、それがわずかな風でもゆらゆらと揺れて、まるで人の後ろ姿のように見えるのである。地元の不良たちが肝試しで侵入していたずらをしたんだろうとは思ったが、それにしても不気味だった。親戚とやらに連絡して、とりあえず一度は窓を閉め、着物を下ろし、電気を消してもらったのだが、数日後、また電気がついていて、今度はガラス戸の向こうにゆらゆらと何かが揺れている。いたずらだろうが何だろうが、あれは恐ろしかった。3ヶ月はそのまま放置されていたと思う。そして何の前触れもなく、A さんの家の解体工事が始まった。これがまたとんでもない業者で、いついつからこういう工事をするのでよろしくお願いします、などの挨拶も全くなかった。周りに幕を張ったり、音に気を使うなどの配慮もなし。そして工事も解体というよりは破壊だった。庭の灯籠をショベルで壊すことから始まって、ガラスはすべて金属パイプでかち割るし、家具も鏡も叩き割っていた。庭には高そうな食器や陶器が並べられていたが、昼休みにはそれを壊れた灯籠に投げつけて遊んでいた。あまりの騒音に隣の家の住民が苦情を言ったのだが、鉄パイプを持ったがたいのいい不良のような男がガムを噛みながらやってきたら、誰でも対応は一つしかないと思う。あと数日なんで我慢してくれませんかね。すいませんね。と言われたらうなずくしかないだろう。庭でたまに何か燃やしていたが、もしかすると
A さんの和服だったのかもしれない。トラックに積み込んでいた家具の残骸なんかを見ても、本当に上等なものばかりだった。この家も財産も別の家の遺産をいわば横取りして築いたもの。なので自業自得なのかもしれない。しかし本当に上等のものだけを選び抜いて築き上げ、最後まで守りたかった家をこんな連中に荒らされて破壊され尽くすのは辛いだろうなとつい思ってしまった。最後は巨大な重機で家を横からなぎ倒して、上から押しつぶして、家の基礎部分まで地面を削り取って工事は終了した。何もかもが瓦礫となった後に持っていかれ、本当に他より地面が20センチぐらい低くなっていた。どういったわけか柵だけは残されたが、事情を知っていれば何もなくても誰も立ち入ろうとしないだろう。そこに一週間前に行ってきた。もともと飼い猫が家から抜け出してそこの敷地で泣いていたので仕方なく門を押し開けてそこまで入った。猫を抱き上げてふと地面を見てぎょっとした。ちょうど男性の手のひらにすっぽり入るくらいの丸い手鏡。紫色の飾りがあったようだが、すぐ目をそらしたのでちゃんとは見てない。それが割れるどころか傷も汚れもなくポツンと落ちていた。あれだけの破壊の後でなぜ？というのもあるけど、もう一つ理由がある。うちは神道なんだけど、仏教で言う位牌の代わりに神道では鏡を使う。鏡は御霊様と呼ばれて、葬式では鏡に魂を移す作業もある。その御霊様と鏡がそっくりに見えたのだ。見た瞬間、背中がぞくりとして、嫌な汗が出た。すぐ引き返したが、門でもう一度振り返ると、鏡は夕日をきらりと映していた。猫もろとも家の前で塩払いをしたのは言うまでもない。A さんは荒れ地となった今も、あそこを家としてとどまり続けているのだろうか。僕は、いとこの家には二度と行かない。去年の夏のこと、僕はいとこに誘われて、彼らの家に行った。いとこたちは、茨城県の山の奥深いところに住んでいる。彼らとは昔から仲が良くて、小さい頃はしょっちゅういとこたちと遊んでいた。いとこは四人いて、二人は仕事を探しに東京へ行っていた。あとの二人は父親の後継ぎで農業をしていて、確かに農業には最適だと思うほど広い土地だった上、夏とは思えないほど涼しくて、とても居心地のいいところだった。そんないとこたちの家に泊まっていた。ある日の夜、深夜友達とメールをしていて、そろそろ眠くなって布団で寝ようとしたとき、変なニュアンスで、と山から驚愕するほど大きな山彦が聞こえた。布団から飛び上がった。ありえない。何せこんな真夜中に、
ほとんど明かりがない山へ入るやつなんかいない。実際、今までいとこたちの家に何度も泊まっているが、こんなことは一度もなかった。僕は急いでいとこたちを起こした。だが、いとこたちはすでに起きていた。いとこのうちの兄の方がびっしり汗をかきながら僕に言った。まだ起きてたのか、もう寝ろ。兄はかなり焦っていたようだ。僕が、何があったの？今のは何だ？と言うと、お前は今すぐ寝ろ！と、兄のあまりの形相に僕もビビって、部屋に戻るふりをして壁際に隠れた。すると弟の方が、どうすんだ兄ちゃん、たかしも家にいるんだぞ！と叫んだ。たかしというのは僕のことだ。すると兄が、わからん。とりあえずあれを持ってこい。弟は兄に言われて、縁側から真っ暗な外へ出て、尺状という、よくお坊さんが持っている、あのシャンシャンなる棒と、30センチぐらいの古い木箱から、大量の古い紙切れと、運動会の綱引きで使うような縄を持ってきた。しかし、僕が覗いているのがバレてしまって、兄に、お前は部屋に戻れ。それと、いいか、俺たちは今から山に向かうから、お前は家のすべての窓とかドアに鍵をかけてろ。一切開けちゃダメだ。外から足音がしたり、気配がしても一切窓を覗くな。いいな。僕は、恐怖半分、意味不明半分で、首をかしげてうなずいた。そして、いとこたちは真っ暗闇の中、懐中電灯を持って、シャリシャリと尺状を鳴らして、お経のようなものを唱えながら、山へと入っていった。僕は言われた通り、大急ぎでトイレや台所、居間の窓を閉めて、玄関の鍵をして、部屋にも鍵をして、いとこたちが帰るのを待っていた。いとこたちの姿が見えなくなって、窓のカーテンを閉めて、恐怖に怯えながら部屋にこもった。しばらくすると、急に風が強くなった。家の玄関や窓が風で揺れた。すると、家の周りから大量の足音が聞こえ出した。しかも何かつぶやいている。そうよどり回りたし。その声は徐々に大きくなっていった。もう窓のすぐそばで言っているような感じだった。心臓の鼓動が高まっていった。もう破裂するかと思った。その瞬間、カーテンの隙間から、その足音の正体が見えてしまった。かなり小柄な、信じられないくらいガリガリに痩せ細った、目が異様にでかい少年だった。その上、その少年と目が合ってしまった。僕が体を硬直させていると、あの山彦の時と同じようにまたあの異常な という声が聞こえ出した。泣きながら目をつぶって南無阿弥陀仏とつぶやいていた。早く帰ってきてくれといとこたちに念じながら、その緊迫の状態が20分ぐらい続いた頃、シャリシャリと音が聞こえてきた。その瞬間、人生で初めて、小便を垂れ流し、よだれを垂らして、泣きながら気を失った。起きて目を覚ますと、
いとこの部屋だった。兄弟で何か話し合っていた。しかし僕が起きたのを見ると話をやめて兄の方が僕に謝ってきた。申し訳ねえな、たかし。今回は運が悪かったんだ。忘れてくれ。と兄が僕に言った。縁側には無数の小さな足の形をした何者かの足跡があった。僕はあれは何だったのかと尋ねたが、二人ともお前が知ることはないとしか言わず、結局後日家に帰ることになった。まだあの日から一年だが、忘れられない日になってしまった。いつも行っていたいとこの家にももう行ってないし、行きたくもない。連絡も取ってない。ただ、こいつに関する情報があったら教えてほしい。場所は茨城県の玉造町というところです。